日本テレビ放送網日本テレビタワー東京、汐留にある日本テレビタワー日本テレビタワーマイスタジオ日テレ、大時計ゼロスタジオ日本テレビタワーは東京都港区東新橋にある高層ビル。日本テレビ放送網株式会社の本社及び生放送の報道、情報番組と一部のバラエティ番組が制作されているテレビスタジオを有する。2004年2月29日、市長正室が麹町の社屋から移転し、日本テレビタワーからの放送を開始した。通称、日テレタワー。汐留の再開発地区である汐留市をサイトにある建築群の一角であり、世界的建築家、リチャード・ロジャースが基本構想を手掛けた。施工は、清水建設。建物外部四隅に柱を露出させた理由は、容積率緩和措置を受けるため。その他、地上2階の受付前フロアを自由通路とすることによっても、容積率緩和措置を受けている。建物の構造は、上層と下層で分かれる。下層はスタジオなど、番組制作の機能が集中し、フレキシブルな構造で床を取り払っても支障がない。スタジオの増築やオフィスへの転用も可能となっている。これは、汐留への本社移転が決定した際に、当時日本テレビ社長だった氏家誠一郎が、将来テレビ局という業種はなくなる。その時のために新社屋は貸しビルにできるような構造にするべきと提唱したためである。上層はオフィスビルとなっているが、最上階にもスタジオがある。なお、19階から24階は一般のテナントビルとして賃貸しており、19階には日テレグループ各社や NBC など海外テレビ局の東京支局20階から24階には過去に一般企業が入居していた。現在はすべて日本テレビグループの企業が入居している。実際、同系列の準キー局、読売テレビの東京支社が2009年11月に汐留シティセンターから日テレタワー20階に移転し、在阪準キー局の東京支社が在京キー局の本社に同居する唯一の形となった。また、愛媛県の系列局である南海放送の東京支社も同じフロアに置かれている。2014年3月には BS デジタル局の BS 日テレ本社が日テレタワー23階に、2015年11月にCS デジタル局の CS 日本本社が日テレタワー22階にそれぞれ移転した。建設前の社屋敷地では、すすめ、電波少年、雷波少年における長期ロケ企画のロケ地として使用されていた。また、麹町からの移転直前には、グル内のゴチになります。オープニングとスペシャル料理の選択権を決めるゲームも行われた。前述したビルの構造上、エレベーターの稼働率が非常に高いため、混雑時にはエレベーターの待ち時間が長くなるほか、場合によってはタレントと一般人が混乗することがあるという。ダウンタウンのガキの使いやらへんでのフリートークでエレベーターへの不満を話題にしたところ、後日、日本テレビ総務局から番組宛てにエレベーターに対する回答が寄せられた。日本のテレビ局の中でも32階と総階数が大きいビルである。また、日テレ汐留移転をもって、在京民放キー局は5局すべて港区に本社を構えるようになった。すべてハイビジョン対応。日テレや汐留店大屋根広場その他、各種飲食店が出店している。2004年に日本テレビの本社機能はデジタル放送に対応するため、開局以来本社を置いていた千代田区二番町から港区東新橋に移転した。しかし、移転後に本社機能、番組収録をすべて旧社屋から新社屋にシフトした TBS やフジテレビとは違い、日本テレビは2004年時点で麹町社屋がさほど老朽化していなかったことや、新社屋の敷地面積が他の在京民放の社屋より狭いことなどから、本社機能と報道、情報番組制作、一部のバラエティ番組制作が日本テレビタワーにシフトする一方で、バラエティ番組の多くが麹町分室で2019年の稼働終了まで制作されていた。2019年からは隣接地に建設した日本テレビ番長スタジオでの番組制作を始めている。こうした機能分散の例はテレビ朝日、六本木ヒルズ社屋完成前の時代などがある。麹町分室と後継の番長スタジオで制作された番組は日本テレビタワーに光ファイバーで HD、SD 転送されてローカルマスターを経由して日本テレビの親局から送り出し放送されたり、ネットマスターを経由して全国の系列局に送り出されている。逆に BS 日本と CS 日本の本社、送出マスターが麹町にあった頃は日本テレビタワーで制作した BS/CS の番組は麹町分室に光ファイバー転送されて、それぞれのマスターを経由して放送されていた。汐留、麹町間はスタッフ専用のシャトルバスで結ばれている。日本テレビタワー、僕がテレビ朝東です名物ディレクター奮戦記ダウンタウン、浜田、日テレへ、改善要求も回答はエレベーターに不満爆発スポーツ日本2017年5月29日、赤坂地域、TBS テレビ、麻布地域、テレビ朝日、テレビ東京、台場、フジテレビジョン、芝地域、日テレセット部分をズームイン。サタデーのニュースコーナー、NNN ニュースサンデー及び年末年始の夕方の NNN ニュースでも使用。稀にウェークアップ。プラス、ウェークアップで東京からのリモートスタジオとしても使用。2016年度新入社員報道スタジオリポート、その1。2016年10月11日閲覧。2016年度新入社員報道スタジオリポート、その2。2016年10月11日閲覧。2016年度新入社員報道スタジオリポート、その5。2016年12月29日閲覧。面積を含めた設備諸元は雑誌、放送技術2004年6月号及び7月号から一部、引用。ありがとうございます。